皆さんこんにちは、ババラーの館へようこそ。みんです。デッドバイデイライト、今回はキラーリンちゃんのいいお尻が見えたということでやっていきましょう。まあ時間にしてね、約1年近くやっていないこのキラー、左からカラスが鳴いてるけれどもあれは関係ないので真ん中に行こう。とりあえずここには誰もいなさそうかな。ちゃんと音を聞かなきゃいけないからね。今回ねアドオン結構ガチガチできてるからもう1年ぶりということでね、わかんない、遡ればもっとやってないかもしれない。とりあえずこっち側を見に行く。あ、やってんな、そこで回してる。さあ、なんで今滑ったの。ちょっとネアちゃん発見じゃん。下手したら今キャッチできたんじゃない。もう全体的にね聞こえるアドオンを使ってるから左にいる。だからね、みんなビクビクするんじゃないかなって思うんだけど、うお、上手なデッドハード。いや、いつもさキラーさん大変だからさ、やばい、そこ、はい、はいはいはい、いやそうなると思ったよ。まあ一旦あの久々にねやろうと思うんですけれども、すでにちょっと酔いがあ、どこどこ、そこ、さすがにちょっと酔いが来ている気がするこのね一輪書視点っていうのがね結構来るもんがあるよね。そこ板怖いから真ん中回してるな。でここネアちゃんをやったら即座に真ん中行きましょう。どこどこどこ、むずいむずい。よし、キラーさんの気持ちはやっぱ難しいやなっていう感じよな。結構回ってんな。おいおい、どこだどこだ、ここか。いたー、フェリックスキャッチー。いいね、一人だけイケメンがいるからね。で今回破滅持ってきてるのって誰も触っていなければ、まあ発電機の修理具合が、はい、あの後退していくというね感じでございます。さああっちに行った。ちょっとねバベチリ持ってきてるんですけど、バベチリで見てなかったからここ戻ってみる。誰もやってないな。さっきのネアちゃん、鋼の石ついてたら聞こえないからな。この辺にいる。いるね。回復してる。いやー、トンネルになってしまいますかね。いや、言うても、フェリックスやってるから、間に。トンネルというトンネルではないから、見つけちゃったものはしょうがないっていうことで、追っかけましょう。待って。なるほど、あっち行った。これ追っかけてたらさ、時間だいぶやばいかな。じゃあ、ネアちゃん行ってみるか。小屋板使ったからね。ここにも多分小屋、あ、間違えた。こっちにも多分板があったと思うんだけれども。とりあえずそっち行く？そこ倒す？だよね。で、ちょっとフェイズウォークで。フェイズウォークの時間長くしてるけれども。そっち？あ、ここ板割っといた方がいいかもしれないね。やばいなぁ。おー、早いね。発電機が早いよ。ここどこ？どこ行ったの？ネアちゃん。どこ行った？そっち行ってる？じゃあとりあえず、あ、真ん中にいるな。真ん中にいるけどここの階段登れないからな。こっちから行くか。さあどうだ、逃げてる。誰逃げてるの。あ、ここにはモレルちゃんがいる。回復してたんか、ここで。なるほど。でこっちをじゃあ割っておいて、カラーの、さあどっち逃げる。そこ倒す？倒さない？そっちに走ってたねー。あ、フェリックス発見。こっち来る？傷つけるよ。いいよ。うわ、マジかよ。うーわー、これか。あの、切れてると思ったら板で切れてないみたいな。どっちいる？違う、どっち？あ、そっち行ったの。なるほど。じゃあちょっとここからは探索タイムに入りましょう。ネアも回復した。さあ、どこで回復？あ、板発見！見つけた。ネアちゃん、遭遇率高いね。君とは運命の赤い糸を感じるよ。さあ、そっち飛ぶ？飛んだ。じゃあ、ちょっとこっちから。じゃあ、飛んでもね、どっちに行ったか分かんなかったでしょう。さあ、どこ？ネアちゃん、どうか？こっちいる？そっち行った。これ、後ろ行ったな。後ろ行ったけど、まあ、めんどくせえから、じゃあ、ちげえとこ行くか。いたー！いたいたいたたー！相打ち！よし。じゃあ、ネアちゃんを行って、一旦倒したいんだけれども、ネアちゃんどこいる。この辺、この辺にいる。ここら辺。あ、なるほど、勝手に飛んできた。ラッキー。さあ釣りましょう。2回目かな、あなたは。
いやさっきのさ、うん、フェリックスみたいな棚からボタン持ち的な感じのがねあればいいんだけれども、はい、よしでバベチラ真ん中2人でやってるけれどもな、どうするか迷うな。ここの発電機も1人でやってたわけやってたんだけれども、あフェリックスの声が聞こえた。さあ走ってった。あれこれ蹴れないんだっけ、イタチを持ってきてるから蹴りたいんだけど。あ破滅が生きてるわ破滅があるとイタチが飛び出したで蹴れないんだよね、完全に忘れてたわ。いつもサバイバーやってるからさ、キラーのパークをそこまで覚えてないというね。まあ一応自分がキラーでやってみるとこのパークの使い方を忘れる。あ棚からボタン持ち、棚ボタくんがいる。さあそっちに板があるよということでだろうなと思った。じゃあちょっと拾い上げて、いや本当になんかすごいねこの揺れといいさ、これ結構酔うよまあ久々なもんでね、とりあえず3人走ってたそこら辺にいたな。久々なもんでとりあえずあのリハビリっていう感じでねやろうかなと思ってます。すげえバンバンさせるじゃん。そんなさ、そんなに私のこと嫌い煽ってんじゃねえ。煽るのはさすがに良くない。私みたいなね、初心者キラーもいるから。こうやって戻ってくるよ、じゃあ。どうせあれでしょ、もうまたこうやって。ほら、煽るんでしょわかってる、わかってる、君たちは。すぐ煽るんだから。まあ、今回ね、別に、子守唄持ってきてるわけじゃないよ。すげえ煽るじゃんね。あ、やばい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 。こういうのが酔うからね。ほら、まだ蹴れない。あ、救助された。んじゃあこれトンネルしに行くか。さすがにこんだけ煽られるとパーティーかな。あ、モレルが走ってる。フェリックスいた。あ、あ、当選簿になってんじゃん。おい、モレル、それはかわいそうだろ。よし、一回切って。まあ、とりあえず、追うけれどもって感じだな。とりあえず、追いましょう。でも、モレルちゃん上手そう。倒さない。うまい。え、待って。初心者にさ、こんな、あ、あ、あ、旋回してたな、今。上手。なるべく板を使わないっていうモレルちゃん上手だわ。ってことで、とりあえず、これは、戻った方がいいな。こっち、そっち戻りましょう。あ、フェリックス起こされた。なるほど。やべえ。ちょっと、あ、モレル。モレルが二人いたか。どうしよう。これフェリックスに行った方がいいかな。こっち側にいそう？いや、こっち側にいる？すげえじゃん。あれ、ネアか？いるな。いた。いた、フェリックス。ウェイ。上手。こうやってね、見ると、旋回はこういう風に見えてます。はーい、今回は、イタスタンをめっちゃ食らう日だわ。あっち行ったな。いいよ、追っかけよう。よし。やばいぞ、このまんまじゃ、全然誰も殺せないまんま終わりそう。あ、なんでそこにいんのよ。いや、そこに隠れちゃやばいでしょ、行き止まりだよ。よし、じゃあ、これを釣って、そこに釣るか。あっちの下に地下があるんだな。さすがに地下には釣れなさそうかな。あ、フェリックス終わりじゃん。あ、あそこで回復してる。行きますか。いや、でも回復終わっちゃうかな。おい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 。めちゃめちゃ煽ってんじゃん。さすがにそれはひどくない？姿見えない。おい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 、どこにいんだ？モレルの声がすんな。お、そこにいる、そこにいる。はい、いっけー、はい、いっけー、はい、これは届く。よし、釣ろう。これもある意味棚からボタン持ちって感じかな。よし、釣りましょう。そこに、そこのフックに釣りましょう。まあね、デッドバイデイライトのこのキラーっていうのはマインクラフトでいうクリエイティブモードみたいな、サバイバルやってクリエイティブやってないみたいな、そんな感じなんだよね。あっち二人でやってんのか。よし、視線をずらして飛んでいこう。で、マリオカートツアーでいう、まあ通常のやつはやってるけど、みたいな。マルチはやってないみたいな感じの使い分けですね。なるほど。すごいバンバンするじゃん。そんなスキルチェック下手？はい。モレルちゃん。何やってんだよ。君も釣ろう。これで二人釣ってる状態になるから、ここに釣って。
って、でネアがどういう動きをするかでね、ちょっと試合の方向転換がされるという感じですかね。あそこに行って多分救助されるかな。いや誰もしから逃れられないよ、持ってくりゃよかったな。これでモレルは、はい、猶予が入ってる。そしたらモレルを追うんじゃなくて、とりあえずこっちまで来て、でここら辺でさあ追うと思わせて戻りましょう。これさ、そこにゲートあるけどゲート先に開けてる的な感じある？どうだろう、開けてない、寄り道しちゃった。やだな、3人か、あともう1人ぐらいは持っていきたいよね。ネアが戻ってきた、上手。はい、ここからだね。でこっちでさっきのモレルちゃんが戻ってくるか来ないかで変わるわ。さあ、あ声がする、あどこ行った、あ右側に走ってたんか、なるほど。モレルちゃんすごい空振るでもこっち来るんじゃない、おっしゃー、はい、モレル、モレルちゃん、んすんごい煽ってくるからさ。いやいや、でもでもよ、キラさんめちゃめちゃ大変ね。こんだけさ、あれでしょ、胃がさういういうってなりながら頑張ってんでしょ。ありがとうございます、いつも。やばい、ネアが、ネアが、あやべ、解除しちゃった、やべえやべえ、マジかよ、長押しなの忘れてた。なあこれは負けたわ、ネアはこれ出ちゃうわよし、すげえ惜しかったな。まあ、ワンちゃん4人いけたかなって感じなんですが、久々のリンちゃんめっちゃ難しいまあ弱体じゃ噛んだわ、弱体化されてね使ってはいなかったんですが、まあ、久々のキラーに触れて楽しかったです。ということでちょっとリザルト見てこうか、最後どんな感じだったかさ。いやー難しいね、とにかく。そして煽りがひどい分かってるよ、弱いのは分かってるから。あでも結構残忍カテゴリーとかいい線いってたんじゃないかな。オンライン殺人鬼グレード1上がったし、うーわマジみんなブロンズなんだけど、マジかよ、全然久々にやったのにその仕打ちひどくない投資家持ってきてるし。ということで今回はここまで、また次回からサバイバーに戻ります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の霧の森でお会いいたしましょう。バイバイ。